どうも、ヌヌです。聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ、続きをやりたいと思います。ドミナの街へ、今回ちょっと寄っていきましょう。ちょっと気になることがありまして、イベント発生するかどうかはわかんないんだけど、どこかな？ここじゃないのかな？ここ武器屋だもんな。酒場。ちょあ、やっぱりいないな。ゆかちゃん、あ、いた。よし、ガイアの知恵、これをね、やりたかったんですよ。これをね、ちょっとね、ニキータの商い道中の時にダナエに会ってるんだけど、飛ばしちゃってたっていうか、会えてなかったんで、ではリオン街道へ行きます。これにゃ、
脳天から竹割り。ミドルレンジヒットの片手剣技。よく来てくれた子供たち、さあもっと近くへ。こんにちは、私に分かることなら何でも答えよう。私の友達が悪魔の呪いを受けて命を落としかけています。助けてあげたいの。私はどうしたらいいの？どうも友達が望むことをしてあげればいい。いいえ、彼女は私に何か求めたりしないの。彼女はそれを運命として受け入れる気なの。ならばそれを受け入れなさい。あなたはその人の言葉を理解しましたか？理解なんてできない。諦めるなんて弱い心から生まれくるものだわ。彼女は私よりずっと強い心を持っていたのよ。悪魔が彼女を変えたの。私は彼女を元に戻したいの。今の彼女はもう今までの彼女とは違うの。人は自分を自分で決める力を持っている。あなたはそれを知るべきだ。この人はあなたにいろんなことを教えようとしている。それに耳を傾けなさい。ありがとう。もう少し冷静になってみます。またいつでもおいで子供たち。どうもありがとう。少し落ち着いたわ。それじゃあ私はこれで。これ役に立つかどうかはわからないけど受け取って。持たざる者の指輪を獲得。ガイアの知恵終わり。大顔面でした。岩に大きい顔があるって全く信じられない話だけど、どうやら本当らしい。岩の顔はいろんなことを知ってたり知らなかったりするらしい。はい、というわけで今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。